新聞広告 IoT 宣言。今、日経新聞があ新聞広告 IoT 宣言というのを大々的にされてますね、えー。それで日経新聞を見たところ、多分今、広告の6割強が QR コードがついてます。ただ、もったいない QR コードが多いわけですね。例えば全面広告しているあの大きな広告がありますが、 そこを QR コードで見たら30秒の動画が出てくるだけなんですね。商品の説明なんかは出てこないわけです。でも私たちの、えー、黄金の QR というのはあ複数の URL がつながりますから30秒の、まあ、商品紹介の動画があってもそこからあそれぞれの商品の説明が詳しくはランニングページに行く。もしくはあもっと他に商品がないかなだったら ホームページに行くような仕掛けができています。今、この2つの上の2つにはコンテンツが入れてあります。これはたまたま業界誌で日本印刷新聞社さんというのがあるんですが、4月の第1週と第3週にこの2つを掲載しました。そしたらその中から動画のコンテンツが6つのつ出てくる。そしてお問いい合わせはこちらへというのも 受けれるようなな形になっておりますぜひ新聞広告というものを有効にインタラクティブな広告にするためにはあ QR コードを使われてホームページに来るのもいいんですがなかなかホームページっていうのはコンテンツが多すぎてなかなか見えないわけですからランニングページというものが今はスマホ用に重宝に作れるわけです。 そして複数入るこの黄金の QR コードっていうのをぜひお試しいただければ幸いです。